はい、ピーテックカンパニーの日高です。今日はですね、塗料は半分製品、半製品というお話をしてみたいと思います。私たち塗装店とか塗料メーカー、それから塗料販売店の間ではよくですね、塗料は半製品と言うんですけど、完成品ではなく文字通り半分だけ製品、現場で施工して初めて製品になるという意味ですね。どんなにですね。 高価で高性能な塗料を選択したとしてもですね現場で施工する職人の技量で性能であったり耐候性であったりそういったものが当然変わってきます塗料の使用方法であったりその塗料をどれだけ使ったことがあるという熟練度であったりその職人さんの技術がどれだけ細やかなものであるかということでその塗料の100% 性能を発揮できない場合もありますそれどころか施工不良になることも当然考えられます高価で高性能な塗料の場合はですねほとんど二液タイプとなっております主材と硬化剤を攪拌するタイプの塗料となりますねこの塗料はですね計量器できちんと測り取りまして十分に攪拌する必要がありますそしてそれから芯ナーを入れるという 形になりますこういった部分はですねきっちりやっていただかないと硬化不良とかそういった形の不良を起こしますのでこの辺は非常に大事となってきますね。そしてその塗料を使う場所もですねマンションとかアパートそれからオフィスビルですねビルの塗装方法と住宅の塗装方法では当然違ってきます。 住宅の場合であってもですね、新築と塗り替えの場合も、これまた塗装方法というのが変わってきます。新築の場合はですね、塗装以外の部分、周りのものが全て新品ということになりますね。サッシであったり、ガラスであったり、エコキュートであったり、その他の付帯物も全て新品ということになります。艶ムラとか塗り残し、塵際の精度不足等がありますと、これがまた綺麗にその施工不良が目立つんですよね。 そこできれいに仕上げて当たり前ということになります。職人に求められる技量は細やかで精度の高い技術ということになりますね。塗り替えの場合はですね、劣化したものを再塗装します。周りのもののほとんどが劣化しています。ですから塗装後は当然綺麗に見えますね。そしてですね、施工不良がこれがあまり目立たないんですね。だからといってですね、 施工技術が低い職人でもいいという意味ではありませんのでその辺はお間違いないようにそしてですね職人に求められる技能としましては新築と同じで細やかで精度の高い技術ですねそれにプラスしまして下地をを見極める知識塗料を選定する知知識識塗料定すすがプラスしてて必要になってきますこちらの画像は先日お送りしました18年間ノーメンテであった スレート瓦を高圧洗浄した後の状態なんですけど、表面がですね。かなり荒れております。こういった表面が荒れた下地の場合はですね。下塗り剤が著しく吸い込みます。当然ですね。こういった場合は下塗りの2回塗りが必要となってきます。こういった判断を迫られるわけですね。それからですね。もっと劣化した地下,下地になりますと塗装できるのか？ 塗装できなないいのかという判断もも必要になってくる場合もあります再塗装された現場に私たちも当然行くんですけど個人的にはですね施工不良が全体の30%とか40%いやもしかしたらそれ以上にある場合もあるかなと思いますその施工不良の一部なんですけど塵際の精度不良です、ね、まあこの写真の場合はですね 精度不良というよりも塗り忘れかもしれませんけどこういった形になっておりますそれからその次がですね非塗塗装物への上塗り剤の上り付着ですね。これはですね基礎はばきコンクリートに上塗り材が付着しているとこういった場合は当然掃除して引き渡すような形になるんですけどこういった場合があってもですね目立たない場合もあるんですよね。それからですね、ね塗り重ね不良。 2回塗らないといけないところを1回四国の場合は塗ってないですね真ん中に見える色の違う部分が新築の時の塗装ですねそして最後の画像がですね養生テープの剥がし忘れですね塗料がつかないように緑色のテープで養生したんでしょうけどそのテープを剥がしてないですねこういった不良もよく見受けられます。そして、こういいった施工不良がない 工事を依頼するにはどうしたらいいいいかということになりますけどいろんな業者によりますと写真で判断する施工前の塗料の材料と施工後の空間とか残量を測って写真に収めるそれから施工前施工下塗り1回目中塗り上塗り完了の写真を撮るというような写真で判断するということを多くの 塗装業者が言っておりますけど写真もですねいろいろな撮り方がありますのでそれで実際判断できるかというとまあその辺も難しいんじゃないでしょうかねまあ、これから私がするお話もですねそういったことが実際可能かどうかというのは難しいんですけどお願いしてですねできることならやってほしいなと思いますそれはですね過去に施工した物件を見せてもらうということですね ハウスメーカーとか工務店それから塗装店に注文する場合ですけど会社が施工したものを見せてもらうんではなくてですね自分の住宅の塗り替え現場に来る職人さんが施工したものを見せてもらうとこれでないと意味がないですよねそしてですね2回目3回目の塗り替えではなく1回目の塗り替えをされた物件を見せてもらうということですね2回目3回目であるとですね 1>, 1回目2回目に塗った別の業者もしくは別の職人さんがやった施工不良も一緒に見ることがになりますのでその職人さんの技量だけを判断するということは難しくなってきますので必ずですね回回目、初回の塗り替えをを行った物件を見ててもらうようよにしてください。そして見せてもらう物件はですね10年程度前に施工されたものそれから3年から5年前に施工されたものそして 1> 1年ぐらい前、まあ、できたら最近のもの施工されたものを見せてもらうようにしてください必ずですねこの3つのつ物件を見せてててもらうようよにしてみてください10年前に施工されたものを見る場合はですね当然ですね塗料の塗布量不足それから塗り重ね不良とかがありますとチョーキングとか変色剥がれが発生していると思います。これはですね、よくく見なくても、 十分目で確認できる範囲だと思いますそういったところを見逃さないようにしてくださいそしてですね性能の低い材料を塗っていますと白ボケしたり屋根が苔が生えたりですね北面とかも苔が生えたり汚れたりしていると思いますその辺もですねどういった塗料を使ったのかというのも判断材料にしてみてくださいねそれから3年から5年前に施工されたものを見学させてもらうというのはですね やはりですね、塗り重ね不良とか塗不良不足がありますと3年から5年しますと食不良チョーキングの初期であったり剥がれであったり変色の発生であったりというのを見ることができます。こちらの場合はですね北面と西面、東面、面面と面ごとと西東南ごににですね、よよくく見るようにしてください。そして面ごとの塗膜の劣化とか不良とかを判断するようにしてください。 そういった感じで見ていきますと、やはりですね、施工不良を判断できるかなと思います。そして、最近施工したものの判断材料としましては、サッシの散り際であったり、軒と外壁の色分けであったりとか、そういった細かな作業をどれだけ丁寧にやっているかというのを判断材料としてみてください。そういったところを見ると、ですね、この自宅に来る職人さんがどれだけ丁寧な作業をやっているのかというのが、 一番よくわかると思います、まあ一番いいのはですねやはり YouTube とかに上げてもらってですねその職人さんを顔出ししてもらってどれだけの丁寧な作業をしているのかというのを判断するのがまあ分かりやすいのかなと思いますけどなかなかですねそここままでやっていいるととは少ななのかなと思います。当然ですね1回とか2回とかの動画ではなくてですねかなり前から施工されているる 状況というのを判断材料とするのもいいのかなと思いますね。はい、今日はですね、塗料は反製品というお話をさせてもらいました。やはりですね、塗料はですね、塗り替えの場合は、塗ったら綺麗に見えますので、なかなかどういった施工をしたのかというのまではですね、判断しづらいと思うんですよね。そういった部分も含めまして、私が今言ったようなことを、 判断材料としてみてはいかがでしょうか高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたしますそれではまた次の動画でお会いいたしましょうさようなら